フレンチビーはフランスのパリオルリー空港をハブ空港とする航空会社である。低価格の長距離便を運航しており、フランスから世界各地の観光地に就航している。本社はフランスのバンデ県ウェルビニーにあり、当初はフレンチブルーとして設立された。また、設立当初のコールサインはフレンチブルーだった。エア・カライベスの 所有グループであるグループデューブロイは2016年に新たな航空会社としてフレンチブルーを設立した。同年7月1日からエア・カライベスが担当していた一部長距離路線の運航を代替した。フレンチブルーとしての初飛行は同年9月10日でパリ・プンタカナカンを飛行した。フレンチブルーは2年以内に400人の従業員を雇用すると発表した。 フレンチブルー時代のエアバス A330 から3 0 2 0 1 7年11月、フレンチブルーはアメリカ合衆国運輸省へ就航許可を申請した。これに対して名前にブルーが含まれる Z ブルー航空がフレンチブルーの社名に異議を唱えた。これを受けてフレンチブルーは社名を一時的にフレンチへ変更し、2018年1月30日に 現在の社名であるフレンチ BE へ変更した。フレンチ BE は以下の都市に就航、または以前就航していた。フレンチ BE はエア・カライベスト、コードシェアを行っている。エアバス A350 から9002019年8月時点の保有機材は以下の通り。エアバス A330 から300フレンチ BE は以前、エアバス A330 から300を保有していたが、 3期目の A350 から900を受領後、エアからイベスの機材となった。ありがとうございます。